こんにちは。エステティシャンの映画だばなし、今日は私というパズルについて、おしゃべりしていきたいと思います。で、これはネットフリックスオリジナル映画で、1月7日から配信されているんですが、自宅出産直後に悲劇に見舞われた女性の苦悩と再生を描いた、映画で、主演のバネッサ・カービーが2020年、ベネチア国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したヒューマンドラマと、ボストンで暮らすマーサはパートナーであるショーンとの間に授かった赤ん坊を自宅で出産する準備を整えていた。助産師イブ立ち会いのもと壮絶な痛みを乗り越えて出産するが、赤ん坊はすぐ死んでしまう。計り知れない悲しみと喪失感の中で、対立の絶えないパートナーや高圧的な母との関係に苦悩するマーサ。やがて彼女は世間から誹謗中傷を浴びせられる助産師イブと法廷で対峙することになるが、という、話なんですけれども、これ、まあ、私先月、見たんですけれども、まあ、かなりちょっと食らいまして、うわーってなって、ちょっとこのチャンネルでお話しするまでにちょっと時間を要してしまったんですけれども、ようやくなんか話せるなっていう風な、なんかこう落ち着いて考えられるなっていう風に、思ったので今日やってみたんですけれども、まずですね、まあ何が食らったポイントかっていうと、これ誰も悪くないっていうところなんですよね。で、まあ、自宅出産っていうことで、まあ、途中ですね、まあ、病院に行った方がいいんじゃないかみたいな、なかなか生まれないし、なんか、行こうみたいなこと言うんだけど、その、バネッサ・カービー、マーサ、主人公のマーサが、いや、もうチームだから、旦那さんと助産師さんと私3人のチームだから、これでやり遂げるんだみたいな、なんか俺、自宅出産にすごいこう、憧れというかね、どうしても自宅出産したいみたいな、気持ちが強くて、で、まあ病院に行かずに、なんとかして産んだんですけれども、まあそれが結局死産になってしまって、で、この助産師さんも本来来る予定の、マーサ、主人公のマーサが頼んでいた人とは違う人が、ちょっと他の、その頼もうとしてた助産師さんが来れなくて、出産が終わらなくて、前の人で、まあ、急遽その助産師さんの紹介で来た人だから、まあ人間関係はできてないんですけど、まあでもキャリアがあるっていうことで来て、で、まあ、死産になってしまって、で、まあ死産ってね、まあ死産した人にしかその苦しみっていうのはまあ分からないと思うんですけれども、まあみんな気分悪いっていうか、まあ、誰も悪くないし、本当に突然死症候群じゃないけど、原因もよく分かんない、なんで亡くなってしまったのか分かんないしってなって、でもただもう待ちに待った子供だけはもう死んでしまったという、事実だけが残っていて、で、マーサは、まあ、めちゃくちゃ当然多分一番ショック受けてるんですね。もちろん旦那さんの、あのシャイア・ラブーフもね、まあ、めちゃくちゃショック受けて、なんか浮気しちゃったりとかするんですけど、叫びたいになっちゃったりとかするんですけど、まあ一番辛いのは本人ですよね。その妊婦、子供を産もうとしてた、主人公の女性なんですけども、まあどうにか自分と同じ目に遭ってほしくないっていうことで、まあ、検体に出すわけですね。死亡原因を出してほしいみたいな。で、またそこで一悶着あるんですよ。その旦那さんからすると、その、可愛い赤ちゃんというか、まあ、亡くなってしまったけど、その、本来ね、楽しみにしていた赤ちゃんを切り刻まれるなんてと。まあ、ショックなわけですよね。で、その、マーサの、バネッサ・カービーのお母さんも、いや、じゃあどうにかもう検体だけはやめてくれと。検診出すのだけはやめてくれって言うんですけど、やっぱりこれは、ね、一番傷を負っているであろう、やっぱこのマーサ、主人公マーサが、まあ、決める権限あると思うんですけど、やっぱり原因を突き止めてほしい。で、結局原因もよくわかんないんですけど、で、
旦那さんとかその実のお母さんからするとその泣きじゃくったりもしないし、その死産した後ね、で検視には出すし検体には出すし、こいつは冷てえ女だなって思うわけですよ。でもそれはこう悲しみを出せないだけで、そのまあ誰よりも傷ついてるんですけど、そのまあショックすぎて悲しみ出せないみたいな。これで言うと、その感じで言うと、あのアンビリーバブルっていうね、リミテッドシリーズのドラマありましたけど、あれはなんかレイプされちゃう、女の子が最初に出てくるんですが、1話か1番に、その子もレイプされたんだけど、なんか妙に淡々としてるっていう、泣いたりとかしないから、こいつ嘘ついてんじゃねみたいな、レイプされた人とは思えない態度だみたいなことで、なんか変に疑われちゃうんですけど、なんかそういう感じ、まあ出せる人出せない人いると思うんですけど、あのショックをね、感情をうまくね、まあ、まさにこの私というパズルの主人公は、まああんまりこうすぐに出せるタイプじゃなくて、でずっとリンゴを食べてるんですよ、途中から。その検体に出すみたいな時からずっとリンゴのね、あのスーパーでリンゴのクン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 、いろんな種類を嗅ぎながら、なんか気に入ったリンゴをもう買って、で歩きながら食べたりするんですよ。あの出産前というか、その前はそんなことしてなかったのに。でなんかリンゴの種をね、なんかコットの中にこう入れて、なんか発芽させようとしてたりとかしてて、何なんだろうなって思ってると、最後にそのまあ助産師さんをね訴えるための法廷の中で、まあようやくこう向き合うというか、自分のその出産の時との様子というのはビデオカメラ撮ってたんで、た時に、あとその赤ちゃんからリンゴの香りがしたっていうことで、マーサはリンゴを、赤ちゃんと同じ香りのするリンゴをこう探して、それをひたすら食べて種を育てて、で最後にまあ庭に植えて大きいリンゴの木になってるんですけど、いやこれはですね、奥深いですね。まさか赤ちゃんの匂いがリンゴだったとはと思って、もう鳥肌立ちましたね。だしまあその助産師さんのせいにも、まあみんなね、助産師さんが悪いわけじゃない、事故なんだなって思ってんですけど、まあ誰かのせいにしないともうみんなやってらんないんで、あの旦那さんも実マーサのお母さんもまあしようとするんですけど、まあ結局そのいや助産師別に悪くなかったよねっていうことにやっぱりこう立ち返るというか、こう向き合ったせい、助産師は助産師でうまいこうできる限りのことしてくれたねってなって、まあその訴えを取り下げてたんですけれども、まあこの旦那さんがですね、シャイア・ラブーフがなんかそれを示唆する場面があるんですけれども、それはその訴えるための弁護士に会って、でその弁護士ともまあ関係を持ってしまうんですけど、浮気しちゃうんですけども、まあその人と喋ってる時、その弁護士事務所になんか橋の絵がかかってるんですよね。でなんかアメリカで3番目に大きい橋とか言われてたらしいんですけど、なんかこうようやく出来上がったって思ったら崩落するしてしまうっていう、事故が起きてしまった橋のなんかポスターというか写真があって、でそれを見たシャイアラ夫婦が、いやこれってなんかいろんなね、人が検証して、で結構こうまあ建築もそうだし、その誰もなんか悪くなかったと、誰も火がないと、で原因は共振だったと、あの共に揺れるで共振だったんだと、でそのちっちゃい揺れが積み重なって崩落しちゃったんだっていう話をボソッとするんですよ。だからまあそれ聞いた時にですね、まあ、中盤ぐらいでその話してたと思うんですが、あシャイア・ラブーフも
誰も悪くないって思ってんだなと思って、それをね比喩に出して、言ってるってことは、だからこれはよくできた映画ですね。なんかもうさりげなさいんですけど、まあ結構本当にリアルで、なんかこううまくいっててもなんか致命的なことが、もう二人とも誰も予想だにしてない死産っていうね危機に直面した時って、もうどうなるかその時になってみないと分かんないよなっていう、誰も分かんないから、結局この二人離婚しちゃうんですけど、まあそうなるって分かんないからなっていうね、辞める時も健やかなる時もって言うけど、どこまで辞める時をお互いカバーできるかなんて、まあその時になってみないと分かんないよなっていう、そのなんかその現実っていうのを突きつけられた感じがしましたね、はい。あとこのまあ男女の差っていうのも、よく出てるなっていうのがありまして、でその本当にマーサが一番辛いんだなっていうのが、あのこのマーサっていう人は本当強いというか、まあ、もうちょっとね周りの旦那さんとかになんか言ってもよかったんじゃないかな感情をって思うんですけど、まあ、マーサは多分旦那さんで辛いそうだから、なんか自分がなんか怒ったりするのとかもう疲れるしね、なんか極力なんかやめようと思って言わなかったのかもしれないですけど、その体の変化として、あの赤ちゃんが死産しようが、まあ、すくすく育とうが、その産んだっていう体になってるんで、まあ、母乳が出たりとかねするわけですよ、赤ちゃんあげる赤ちゃんいなくても。だからそれをもう冷凍食品の袋でね冷やして、もう胸が張っちゃってしょうがないか、ね、で旦那さんの前でやってんですよそれを。でも旦那さん分かんないんですよ、だってその機能ないから旦那さんには。めちゃくちゃもううわーって言いながら冷凍食品胸に挟んで辛そうにしてんですけど、旦那さんで、いやあの検体出すのだけはちょっとやめてくんねえかなみたいな、その話ばっかり。だから一言その時に、まあ、奥さんもいや私さ胸張って辛いからみたいなことを言えたらまた違ったのかもしんないですけど、まあ言いたくもないしなそんなこととかね。で旦那さんにそれを察しようって言われても、もう無理な話ですからね、もうないからその機能が男性にはとか、いやーなんか一人でねマーサがその死産してるんだけども、産後の名の変化後産みたいなねこととか、なんかおむつみたいななんかの外してるところとかね、トイレでねとか、まあ大変だろうなと。いやなんかそういうのをなんか説明的じゃなくこう出してて、この映画はそれがまた食らうポイントでしてね本当に。あとそりゃないよって思ったのが、まあその赤ちゃん、亡くなった赤ちゃんをなんかそのお墓を作るってなった時に、旦那さんがこの名前の綴りを間違えて発注してて、でなんかいや名前の綴り違うんだけどみたいな風に奥さんマーサが言ったら、いや読み方一緒じゃんみたいな、なんか CH みたいなのとなんか S がどうじゃん、まあ、ちょっと忘れちゃいましたけど、これはなんかハンガリー読みだみたいな、なんかよくわかんない理由言って、でマーサがいやじゃあもういいわみたいな、どうだっていいわみたいな、名前間違っていいってことはもうこんな墓もいらねえわみたいな感じで怒って出てっちゃうとかあるんですけど、名前の綴りは間違ったらダメですね。これはもう旦那さんが良くないですね。ここは本当に。胸張ってるっていうのは気づかないのはしょうがないですけど、名前の綴りとかね、間違うのないっすね。とか、思ったりしてましたしね。なんか、いや、だから結構本当に、あの話の内容全然違いますけど、まあブルーバレンタインっぽいなんかこのボディにドスドスくる感じの映画で、いやちょっと何回も見れないですけど、なんかねもし予測不能になった時あなたは
耐えられますかみたいなのを突きつけられてる感じはすごかったですね。うん、いやーすごい映画でした。あと単純に全然関係ないですけど、バネッサ・カービーが結構その大原香織さんにちょっと見えてくるっていうか、でも顔のタイプというか作り似てるなみたいな、思ったり、まあしましまあ、どうでもいい話ですけどねっていう感じで、いやー、はい、結構そう、あとなんかドキュメンタリーチックな撮り方なんで、しっかり見せるんですよね。最初のその自宅出産の時のやつとか、それはちょっと正直退屈だったんですけど、まあでもそれがあってのまあ後半みたいなところもあるんで、まあしょうがないのかなとか思ったりしましたが、ちょっとまあご興味ある方いたらぜひ見てみてください。終わりです。